さんこんにちは。こんにちは。ラムネムチャンネルの柳丸です。まさぼです、今日はですね、はい、福島県、はい、田村市にある高芝山ってとこに来てるんですけど、うん、ちょっとあの Google ちょっと見ちゃうんですけど、福島県の田村市と小野町の境っすね。そうだね。そんな感じ。ある山で標高が884メートルで、美島百名泉に選定されてるらしいです。で、ここがね、ここから1600メートルだから、そうそう、1キロと半ぐらい。うん。まあ歩きじゃないとちょっと行けないみたいなんで。うん。じゃあ早速ですけど、うん、ここ行ってみようかなと思います。はい。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。行ってきます。行きます。はい、じゃあ向かいますか。向かいますか。矢野くんちょっと待って、ちょっとこの看板写していい？うん。これがね、一応説明でね、はいはいはい、なんか結構見晴らしい岩とかある、長寿の滝とか、うん、結構ねいろんな見どころありますね。これまあ登りますか、はい、まあどう見てもね、僕たち山登りの格好じゃないけどねそうだね、半袖がねちょっといかんよ。寒いもん、なんか。そうだね、うん、今日はね結構涼しい。あ、なんかここの入り口からいきなり寒い。寒いよね、この入り口からねなんでこんないきなり寒くなんだろう、ここ。怖くね、ちょっと怖い。怖いぞ、この道。だってここ入った瞬間いきなりすごい冷たい風が ね吹いてきて、やばいよこれ。あっちとねこっちの体感温度が全然違うの。なんか怖くね。怖いね。これ1キロ歩くのかよ。でもこれ行っていい？いや行っていいっしょ。行っていいんだよね。ようこそって書いてあった。そうだよね。やばいなこれ。よっ、ね、多分伝わるかな、伝わらないかもしれないけど結構急なんだよね。急だね。急だよね。だね、まあまあ疲れるよ。なんか怖えな、マジで。これ1キロきついな。ちょっとね、80% はね、降りたいっすね、もう俺は。これ、多分、ミスったな。かっこね。うん。つなぎちょうどいいかもしれない。聞くぞ、これ。聞く聞く。1.6 キロってや、やばいっすよ。かなりやばい。かなりやばい。ちょっと歩けばさ、あれじゃね、なんとかの滝とかさ、見どころがね、うん、あったかんね。そうだね。なんか神秘的っつうか、神聖な感じがするね。まあ、うん、そうだね。聞くぞこれ、マジで。これ聞くよ、これ聞く。じゃあまだまだ先はね、まだまだ先は長いけど、待ってね、まだね 200m ぐらいしか来てね。そうだね、あと 1.4 くらい。そうだね、 1.4 くらい。まあ頑張って登りましょうか。 1km 歩くってなかなかだよな、うん、行きはさ、うん、まだいいんだよ、ちょっとワクワクしてるから。そうだね、帰りだよね、問題。やばいね、問題は。やっぱこういうとこ登ったところのさ、絶景は絶対気持ちいい。そうだね、まあそれを楽しみに。そうだね、頑張って登りましょう。登りましょう。はい、手を上げてるって。聞きますね。聞くね。なかなか。結構急だよね。急急。軽トラとかだったらね、登っちゃえるんだけど。うん。でもこれなんかさ、車走ってる跡ない？多分この関係者みたいな人たちは、やっぱ、ね、うん、なんか持ってったりとかもするし、多分ね。うん。これね、多分、動画だと伝わんねえよな、多分。急さでしょ？うん。急さやべえよ、これ。
やべえ、うん、あれエスカレーター欲しくね。やべえぞこれ。もうちょっと緩やかに登りたい。あ、そうそう、帰りエレベーターあっかな。いや、ないよね。ないかな。最悪ね、うん、反り横向きになってね、うん、転がればね3回転目あたりから結構惰性ついてくると思うよ。つけるね。急だから。でもあれだよね、今さ俺は肌色だけど下降りた時は赤色だよね多分。そうだね、血でね。間違いなく。まだまだあるよ。つくよこれ。動画だと坂のさ、うん、勾配は伝わんねえよね。伝わんねえね。めっちゃ急だからね。やばいよね。やばい。超急だよね。ほんとね、40度くらいはありそう。うん、うん、うん、多分さ、これ軽トラで上がるじゃん。うん。ズルズルって滑るよね、多分。多分タイヤは滑るね。砂利だし。四駆じゃないと厳しいよね。うん、クマ出ねえよね、クマ。クマ怖えね。え、生息してんだっけ？してないよね、多分。わかんねえ。多分、会津の方行かないと多分、大丈夫だと思うんだけど。ほんと？多分ね。イノシシとかかな？あ、イノシシはいるっしょ。まあ、出くわしたくないね。そうだね。クマは嫌だな。クマね。うん。ちょっとこれはい来たね。広場まであと 900m ですね。マジで 900m 700歩ったんだ。そうだね。ああでも結構そう考えると結構大丈夫だ。いけるね。でもね、皆さん結構カットしましたけどなかなかの道でしたよね。半端ないね、勾配がね。さあ高芝山、ここは高芝山ですよね。蚊？いや、蚊じゃないよ。あ、なにこれ？いいね。あ、なんか沸騰してから飲んでって書いてある、看板に。あの麺だ。はい、沸騰してからね。うん、これブヨがいる。すごいよ。すごいね。うわ、ブヨがいるよ、ブヨ。ブヨ積んだっけ？ブヨ積んだっけ？水の近くならね、変な虫いっぱいいるね。じゃあ上目指したいんだけど、これまた結構あれさ、いつだかのさ石森山で登ったような山だね、これ。石森山？ロープが必要だね、これ。あ、ないこれ、言うほどだって。これが？これこれこれが言うほどなの？これ言うほどだって。マジ？どうすか？なんかね、うわ、すごい、降りてきた。虫がやべえ。多分ね、これだで言うほど。こう見っかわかるわ。この予想だとなんか近道だと思うね、こっちの方。なるほどね。でもね、動画でもわかるかな、この感じ。なんかね、すげえ急。最高険しい。でもね、こっちもね、かなり険しいよね。こっちも険しい。じゃあ次のチェックポイントまで歩きますか。はい、歩きましょう。はい。やべ。やばいな。それ見ちゃいけないようなものが。ない。はい。あれさっき900メートルとかだったよね。下にね。うん。ここさ、なんか山頂の気になってるから、ね、今。こっから。あれ今400くらい登ったよね。登ったね。こっから900らしいですね、山頂まで。マジで。じゃあさっきの何だったんすか。わかんねえ。俺これ次の看板も山頂まで 900m って書いてあったら帰って。あ、じゃね、もしかしたら同じとこぐるぐる回ってんのかもしれない。それもやばいね、うん、サニーだよ。だってまた900って、さっき広場って書いてあったか。広場まで900ってことはさ、あの何それ、展望台までまたちょっと違うの。それまた言うほどでしょ、獣道の。弓道？弓道って怖えな。弓道はさ、やべえよ。弓道やべえよ。こっち行こう。そうだね。
の道をね、うん、まだしばらく歩きますよ、900なんで。そうだね。これね、今ちょっと、まあ結構急なんだけど、ね、登ってきたよね、うん。だけどね、なんか、あそこからね、また角度変わるんだよね。がっつり。がっつり、急っすか。がっつり急だね。だって今も急だよ、結構。かなりね。うん。疲れた。これ、この坂やべえ。これ登れっかな。多分ね、あれだよね、杖とか必要なやつだよね、これ、うん、大丈夫？杖ね、欲しい。大丈夫？大丈夫。大丈夫じゃねえわけけど、これやばくない？ここ、ね、いやここ急さ、うん、やべえ、かなり勾配がきついっすよ、これ。きついね。あ、出てきた。山頂まで750m。ここに 900m って書いてあったら俺帰ってたね、もう。俺もだね。これね、わかる、これ、はあ、これやべえよ。半端ないよ。ほんと滑るレベルだ、これね。滑ってくレベル、マジで。だよね。これ多分あれだよね、マジの登山家が行くような。こんなきついんだね。うん、だってさっきまで寒かったけど俺めっちゃ暑いもん今。坂じゃなかったらさ、余裕なんだよさ。そう、うわ、岩がむき出しになってる。これ落石してきたのかな、これ。どうだろう。そうかもね。ね、でもね、結構ね、標高はもう高くなってきてる、絶対、うん、高い高い。じゃあ、もうちょっと行ってみますか。うん、そうだよね。はい、うん、ここまで回るってきて、うん、遊歩道2カ所あって、ここ3カ所目なんだけど。3カ所目。うわ、行ってみる。やばそうだけど。はぁ、行ってみる？行ってみる？まぁ、近道なんだよね。うん、多分ね。ただ険しいってだけでね。そう。行くか、じゃあ。イノシシかもしれないけど、行ってみる？うん。遊歩道続けとかい。これね。杖が欲しい。やばい。すげぇ、ぬかるんでる。ただ。はぁ。これさ、うん、さっきの駐車場のとこ戻ったらどうする？いや、俺はもうそれはそれでいいね。そのまま帰る、俺今日は。うわぁ、これなんだよ、これ。これ見て見て、やばいやべえ。いけんの、これ。これすげえ。え、はぁ、あワクワクしますね。ワクワクはするけどさ、なんかシャワー浴びたいね。シャワー浴びて、汗はもうベタベタだよ。ね。あべ。やばい。やばい。これ多分落石だよね。結構前の。ああ、そうだね、これは。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと、どう？やばい？いや、ここやばいな。え、やばいよ。これやばいね。ここを登るの？登ります。はい、パワフルだね。ここで終わり？終わり？遊歩道。オッケー。ここにさ、スポットあって。スポットあった。うん。あれ。おお、やべやべやべ、滑る。あれ。戻る気にはなんねえな。めっちゃ水出てる。行ってみる？うわ、戻んだ。
30メーターぐらい。お、すごい軽トラックだね。え、やっぱ軽トラックレンダー。山頂まで 500m、 引き水。おうわっ、めっちゃ冷たい。ぶよっ、冷たい。あの水はね、あの煮沸してら飲めるらしいね、うん、いいね。でもさ、こっから水をさ、うん、ボトルに入れて持ち帰るってなかなかだよね。きついよ、歩いてね。うん、じゃああと 500m 行きますか。頑張りましょう。はい、じゃあ次のスポットへ行きましょう。こんなにさ、だって急だと思わないもん。あ、来たね、この雰囲気は。この雰囲気は来たよ。よっしゃ、来たよ。来たよ。